タイトルにもある通り、今年も大会に出場します。ということで、これまでもその大会に向けて減量してますっていうお話は、経過報告だったり、トレーニング動画の中でもお伝えしてきていたんですけども、何の大会に出場するのかっていう詳細はお伝えしてきてなくてですね、でそれが完全に決まりましたので、今日は、その出場する大会のご報告をさせていただきたいと思います。はい。まず何の大会に出るのかというとですね、8月27日に開催される日本マスターズ選手権大会というボディービル大会と、9月9日に開催されるオールジャパンマスターズメンズフィジーク大会、その2つに挑戦します。今年もボディービルとフィジーク大会両方に挑戦しようと思ってるんですけど、でそれぞれ8月27日のボディービル大会は香川県高松市で、9月9日のフィジーク大会は栃木県宇都宮市で開催されるということで、まあ、今年も結構愛知県からはね遠い、ところで開催されるなっていうことで、まあ、それぞれ、ちょっとね旅行も兼ねた出場にはなるのかなというふうに思ってます。はい。で、その大会に出るっていうことはね一応前から決めてはいたんですけども、エントリーが、昨日やっと両方とも済んだということで、フィジーク大会の方がエントリー開始がちょっと遅く先週の末からね始まったということで、で、まあ、これで両方ともエントリーが完全に済みましたので、まあ、出場決定ということで改めてね今日ご報告させていただくという流れになっています。はい。でそれぞれの大会の、内容についてなんですけども、ボディビル大会の方、日本マスターズ選手権大会っていうのは年齢別のカテゴリーになっていて、40歳以上の選手が出場することができる大会で、まあ、僕は今年48歳ということで、40歳から50歳未満の部に出場します。で大会そのものは50歳以上、60歳以上、65、70、75、80歳以上の部まで設定されているということで、結構カテゴリーはね多い大会になります。でフィジーク大会の方も一応マスターズという、ね、名前がついているんですけども、これも、ね、年齢別ということで40歳以上50歳未満の部に、出場するわけなんですけども、で、それぞれ出場するのに一応クオリファイ資格が必要なんですけども、日本マスターズボディビル大会の方はですね、過去のマスターズ大会で上位入賞をしているとか、去年の日本マスターズで6位入賞しているとかね、そういう資格が必要なんですけど、僕自身は日本マスターズに出場するのは初めてで、まあ、そのマスターズそのものにもですね、初めて挑戦するものですから、資格は持ってないんですね。だけど、それに相当する過去の経歴があれば、愛知県連盟の理事長の推薦があれば、出場できるっていう決まりがあってですね。で、僕は去年、日本クラシックっていうね、ボディビル大会で3位入賞してるもんですから、まあ、その、結果を踏まえた上で、理事長に推薦書を書いていただいて、で、日本マスターズに出場することができます。はい。で、オールジャパン、メンズフィジック大会の方は、ま、毎年挑戦している大会ということで、まあ、こちらもね、過去に上位入賞だったり、去年の決勝進出というね、資格が必要なんですけど、まあ、去年僕は3位入賞しているもんですから、まあ、そのまま去年の資格を持って、出場できるというね、ことになっています。ということで、まあ、これでエントリーが済んで、実際ね、その先週、出場名簿が出るのを待ってる状態なんですけど、まあ、どちらもまだ締め切り日になってなくて、締め切りが済んでから、まあ、選手がね、どのぐらい出るかっていうのが決まってから名簿っていうのが出るもんですから、まあ、今それを、まあ、待ってる状態です。まあ、実際出てみるとね、自分の名前がそこに載ると、まあ、いよいよ出るんだなっていう、また一段階ね、テンションが上がるわけなんですけど、まあ、多分、ボディビル大会の方は8月8日が締め切りなので、まあ、それ以降、数日経ってから名簿が発表されるかなと。で、メンズフィジック大会の方は8月の、26か7か、そのあたりが締め切りでしたので、まあ、それ以降ですね、まあ、8月末か9月の頭ぐらいに名簿が出るんじゃないかというふうに思ってます。はい。ということで、まあ、本当にね、出る大会、まあ、自分の中で決めてましたけども、改めて、その、エントリーすることでね、完全に決まりましたので、テンションを上げてより体づくりに励んでいきたいなと思うところなんですけども、はい。で、その大会に向けて今年の大会っていうのは
まあ、ご存知の方もいらっしゃる通り、僕にとっては腱板断裂して、で手術で治してもらって、それからね初めての挑戦になるんですね。だからそういった意味でちょっと普段とは違う大会だなという、心持ちではあるんですね。で実際体の方も例年とは違うと感じる分っていうのが多々あって、だからそれが実際大会出た時にどういうふうに評価されるのか、どういうふうに見えるのかっていうところで、まあ不安もありつつ、まあ楽しみでもありつつみたいな、まあ、そんなちょっと複雑な心境ではいます。はい。で、一応コンディションとしてはね、まあこんな感じで、脱いだ方がいいかな。コンディションとしては自分の中では8割ぐらいは仕上がってきてるかなという感じなんですけども、はい、背中はね、はい、とこんな感じです。サイズがやっぱり左肩のね腱板を切ってしまって、手術して直してもらってっていう感じで、こっち側のサイズがまだ完全には戻ってない部分はあるんですけど、それはね腕に関してのことで、肩は自分の中ではね、まあ、完全にサイズは戻ってるんじゃないかなって思ってるんですね。で胸に関してはトレーニングそのものがしっかりとできていて、逆に去年大会に向けて減量している最中っていうのは左肩がずっと痛くて、まともにできてなかったりしたもんですから、だから胸のそのカットとかねサイズ感っていうのは、まあ、去年よりいいような気はしてます。はい。で背中の方はちょっとまだね種目として完全に復活できてるわけではない、ものもあるんですけども、ただその代わり下から引く種目、ベントボーローイングだったりダンベルローイングとか、あとデッドリフトとかは問題なくできて、それは結構今年はやり込んできていますので、っていう感じで、まあ去年とはそういう意味でちょっと違う背中になってるんじゃないかなというふうに思ってます。で下半身はですね、こちらは全然問題なくトレーニングはできていて、まあ上半身ができない分下半身のボリュームを増やしてたっていうところもあったりするので、だから足はですね、まあ去年よりはちょっとサイズ感っていう意味ではいいような気はするんですけど、まあ、ただ例年僕はですね足の仕上がりが遅いというのが自分の体の特徴で、足はねまだまだ全然まあ、さっき8割って言った通り仕上がってない状態だもんですから、残りの期間で、しっかりとね足を仕上げていきたいなというふうに、思っているわけなんですけども、で、今朝の体重は67キロで、自分の中の目標としてはあと2キロぐらいは落としたいなというふうに思ってるもんですから、だからそれを残りの期間でなんとかこう成し遂げたいなと、まあ、それに向けてラストスパートをね、ぼちぼちかけていこうかなというふうに思っています。はい。ということで、まあ、先ほどもねちょっとお話ししたんですけども、今年は、手術明けの大会ということで、その、腱板断裂についてはね去年からずっと、まあ、動画でもお話ししてきた内容ではあるんですけども、僕は去年の9月末に左肩の腱板、まあ、腱板っていうのは肩のインナーマッスルの腱の部分のことを腱板っていうんですけども、それをですね完全に断裂してしまって、棘上筋と肩甲下筋っていう2つのインナーマッスルの腱が切れてしまったんですね。でそれをつなげる手術を去年の11月15日に受けて、でそれで完全にね腱をつないでもらったんですけども、ただその手術が終わってから6週間は、左腕を装具で固定して、まあ、完全に使えない状態で過ごすという期間があって、でその装具が外れてからも手術から3ヶ月間の間は自分で肩を動かしてはいけないっていう時期が、続いてたものですから、その間はですね左腕っていうのは全くトレーニングはできませんでした。ただその間も、
右半身、右上半身と、あと、下半身のトレーニングっていうのは、普通に行っていて、まあ、なるべく無理をしないようにですけども、追い込むようにはしてたんですね。で、それは、今ある筋肉を落とさないっていうのもそうなんですけども、クロスエデュケーションって言って、その右側のトレーニングを続けることによって、使ってない左側の筋力低下を防ぐことができるっていう、体の機能があるらしくまあそれはその手術をする前から知識としては知ってたんですけども、これまで試す機会はなかったんですけど、まあ、でも今回ね、少しでも大会復帰を早めるために、まあそれはやっといた方がいいかなというふうに思ってですね、まあ、実際、右側のトレーニングを続けてたわけなんですけど、まあ、自分の中の体感としては、まあリハビリもね、こう一生懸命やりましたけども、すごい回復は早くこうね、元に戻すことができたんじゃないかなと感じてますので、まあ、そのクロスエデュケーションっていうのはね、実際に本当に効果があるんだなというふうに思ってます。はい。で、まあ、2月17日から手術後3ヶ月経って両手を使ったトレーニングをね、再開してもいいよっていうふうに言われてから、まあ、徐々に、まあ、普通のねトレーニングを再開していったんですけども、もちろん最初は左腕は全然重たいの持てないですし、可動域もかなり、制限された状態からスタートしたんですけど、で、5月16日に手術後半年の MRI 撮影をですね、まあ、手術を受けた病院でしたわけなんですけど、一応そこで、確認して完全に筋がね、くっついてます。まあ、これでトレーニングは普通に再開していいですよっていうふうに言われて、で、それからは本格的なトレーニングを再開したっていう感じですね。まあ、そこから自分の中ではまあ6月に入ってからぐらいからはですね、本当にもう今まで通りの通常のトレーニングが再開できてるかなという感じですので、っていう感じで、まあ今のね、この体の状態になっているという感じなんですけども、で、まあ、実際、まあ、今ね、こういう体をしてますけども、その自分の今の状態っていうのは、手術後のね、リハビリしてる期間とかでは全く想像はできてはいなかったんですけども、でも、出るという、今年大会出るという目標はですね、去年からずっと立ててました。まあ、それは、自分を奮い立たせるため、やっぱり何かね、こう、目標を設定してないと、本当に、なんか自分の中で、今まで築き上げてきたものが崩れちゃうような、まあ、そんな感じもありましたので、やっぱりね、そのトレーニングを長年続けてきたものにとって全く、腕が動かせない状態が続くっていうのは本当に精神的になかなか、きつい状態ではあるので、だけど、まあ、それはね、一時的なものだっていうのは分かってましたし、先生からも一応手術して半年後にはまあ、これまでやってたトレーニングと同じようなことはできるようになるよとは言われてましたので、だからそれを心の支えにしてですね。で、半年後に戻るなら、まあ、5月にはね、再開できるってことになるので、そうすると、まあ、来年、まあ、今年のことですけども、9月ぐらいの大会だったら、まあ、4ヶ月ぐらい期間がね、あるので、まあ、間に合うんじゃないかなっていうことも思って、だから去年手術を受けるっていう話を聞いて、その、今後の治療計画をね、聞いた段階で、今年は大会に絶対出るっていうことは、決めてました。だからそれに向けて、じゃあどういうふうにね、その、計画を立てていったら、その実際に大会出場に向けて体が作れるのかっていうことも、一応自分の中でシミュレーションはしてたんですね。だから、まあ一応その計画通りに今のところ来てるのかなという感じで、本当に計画を立ててそれに向けて行動するっていうことをね、自分のモチベーションを高めるためにも、今回のケースで言うと、回復させるためにもとてもね、効果があったなというふうに感じてます。はい。まあ、いつもね、大会に向けての計画っていうのは1年ぐらい前から立てるんですけども、まあ、本当それの、なんて言うんだろう、計画の内容がですね、今年は特に明確に決めることができたかなと思ってます。段階的にね、例えば、固定する期間があって、で、その、まあ、使えない時期があって、いついつから使えて、で、その、まあ、MRI の撮影があってみたいな感じで、段階的に予定が決まってましたので、それまでにこうするみたいなね、あとリハビリも、次に行くときまでにこれをやってくださいとか、定期的に宿題が更新されてったりしたもんですから、っていう意味で、本当にその細かい目標を、毎回毎回クリアすることによって、まあ、大きなね、大会出場という目標に向かって行動することができていたかなというふうに思います。
はい、ということで、ちょっといろいろ話が脱線しまった部分はあるんですけども、今年ね、出場する大会が、エントリーが済んで完全に決まりました。ということで、その8月27日のボディビル大会と9月9日のフィジーク大会に向けて、あと、ね、残り3週間ちょっとで初戦ということで、引き続きね、体作り頑張っていきたいと思います。今年も本当に皆さんからね、いただく応援だったりね、励ましのコメントにはとても力をいただいていて、コメントといえばね、去年、手術する前の段階で、来年大会に出たいと思ってるみたいなことをね、お話しした動画にいただいたコメントで、実際オールジャパンに去年僕と一緒に出た選手の方がですね、僕も腱板断裂の手術して大会出ましたよっていうことをね、教えてくれた方がいらっしゃって、それもですね、僕にとっては、あ、手術した後でも大会出れるんだっていう、具体的な目標をね、立てるきっかけにもなったりしていてっていう感じで、本当にね、皆さんからいただくコメントには勇気をいただいてますし、周りの方々の支えのおかげで、もちろんね、家族の支えもとても大きいわけなんですけども、そのサポートのおかげでここまでね、本当体を回復させて、コンディションを作ることができていますので、その方たちに向けて、もう舞台に上がってね、しっかりとポーズを取る姿を見せる、その時に自分の中でベストを尽くしたと言えるコンディションを作り上げるってことが何よりね、恩返しだというふうに思っていますので、その状態を目指して、引き続きね、頑張っていきたいと思います。ということで、大会に出場決定したというご報告動画でした。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。